があったんでしょうか。これ違う。これ似てる。西の発展の車使いの加入を希望。ラスこれらや私が考えた。NGK での単独公演の取り下げなどを訴え炎上。これ燃えに行ってるとか。燃えるつもりはないのよ。全然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 。全部自分で言ってる。燃えに行ってる。いや、こんなんシャレで言わへん。いや、言わない。言わへんって。いや、だからシャレの感じじゃないんですよ。一回も会ったこともない。僕は見た時、ほんまに嫌な人やと思いますよ。なんでやろ。いや、チャンス、チャンス。この方やったら、そんな嫌な感じじゃないです。ここなかったんですよ。で、ここもなくて、まずこれから始まったんですよ。あー、なるほど。単独やめろ。伝わり言い方がそうやったんや。それから来たんで、え、なんで、なんでそんな言うの、言うの、こんな厳しい先輩あったのかな。いや、僕そういう、こんなばっかりすんねん。ほんまに、こんな、まあ、シャレやけどな。いや、なんか、俺、これを知らなかったんですけど、NGK の単独公演の最速記録が 8.6 秒バズーカーなんですよ。で、その前も我々知ってたの。そうなんです。それを知らんのって。うん、知らんの。いや、それを知ってて、あ、言ってきたんやと思って。あ、で、それを知って、え、そうなってなって、あ、それで、えぇ、ー、って言って、ほんで、いやいやって、そう、やめてもらいたくない、いやいやって、やめてやめてやめてってつぶやいてたら、あの、このなんかこうだけ取り上げられた。あ、体制で、そう西野が実際でも、やめてもうやめてくれ、やめてくれよ。それが、抜かれるの嫌や、抜かれるの嫌やって、後ろ未来の人が勝手にそこだけを切れないの、こんなやめてやめて、すげーからな、俺のアンチ。どういったら嫌われ方が。ラスのぐらいだわ。イントネーション。何回言ってんの。ラスのぐらいだよ。まあ考えたっていうのは言うたもんですから。言うて、これも俺言った。これも言ったよ。それも、そのさあ、もうこんなも説明するの嫌やわ。やりとりがあんねん。なんていうの、フォロワーの方とツイッターの、そう、それも俺がこれやめてっつって、ほんで西野さんがかっこ悪いですよと、後輩、ね、それもかっこ悪いでええやん、マジで受け止めて言ってくる人が多いんやつ。いや、向こうもしゃれで、かっこ悪いなお前みたいな、フォロワーの人がもういじっていじって、それで、いや、なんかラッスン、これラッスンまで俺が考えた気するんやけど、なんて嘘つけみたいな、もうあって、嘘つけの部分が切られて、これだけだ。もう言い切った。これは僕ネットニュースで見ました。ああ、ミニコントをしてたのに、それ、こんなケーキに取られたね。すげえ嫌われてんねん、俺。その、切り取りハラスメントがすごいわけですよ。インタビューとか書いてて、そうなんですよ。だから僕らも、まあ、寝てない、しんどい言いましたよ、うん、でもそれもまあありがたいですけど、はい、もう何日何日続いてるんでちょっと寝てないんですよね、うん、しんどいですけど頑張りますよ、はい、うまく切り取って、寝てない、しんどい、もう天狗、うわー、仕事ない人もいるのに、あれムカつくよなー、あれ